多数のエンブレム特殊介入局部隊は、ベルギーの警察の大テロ特殊部隊。二千一年以前は、国家憲兵隊の特殊介入中隊として知られて、いたが、警察機構の再編に伴って、連邦警察に移管され、現名称に解消された。九百七十二年九月のミュンヘンオリンピック事件を受けて、ベルギー国家憲兵隊は、大テロ作戦能力の強化を決定し、 同年12月に特殊部隊を創設した。当初、部隊はディアーナにちなんでダイアングループと称されており、二つの部隊によって構成されていた。部隊の一つが介入部隊、もう一つが要人警護、施設警備を担当することになっていた。その後、1973年には規模が拡大され、特殊介入中隊と解消された。 また1980年には規模がさらに拡大され200名体制となった。2001年に現在の名称に改称された後、2007年には特殊部体操局と改称されたものの、2014年には再び現在の名称に戻った。GCS 隊員を乗せたトヨタランドクルーザー2019年、現在は下記のような編成となっている。は 地方警察の刑事による大テロ部隊や国家保安庁と連携して活動することもあった。また多数は地方の主要都市に配備された警護、監視、支援、逮捕チームなどの付属部隊の支援を受けており、これらの支援部隊は1995年以降多数の指揮下に置かれている。これらの支援部隊は単独でも戦術任務を行えるが、人質救出作戦は 多数の担当となっている。1980年には、ジャックされたスクールバスに突入し、銃器を使用することなく、事件を解決した。また、ベルギー中を侵犯させた、ブラバントの殺人鬼への対処にも出動している。1980年代半ばには、戦闘的共産主義者細胞への対応に、暴殺された。 また1990年にはダイアナ妃のベルギー訪問に先立ってアントウェルペンの IRA 暫定派アジトに踏み込み消火器や爆発物を押収した。1996年にはコルトレークにてフランス国家警察特別介入部隊の摘発を逃れてベルギーに密入国しようとした武装イスラム集団が地元警察と銃撃戦になり人質を取って立てこもったためエシが 突入作戦を実行し、テロリストを拘束して、人質を救出した。2015年には、シャルリーエブド襲撃事件に関与したテロリストに対し、フランス国家憲兵隊治安介入部隊と共同で、突入作戦を行い、2名を射殺、1名を拘束した。2016年の連続テロ事件の直前には、テロ容疑者を拘束しようとした。 連邦警察の刑事が銃撃を受けたため、多数の即応部隊が出動し、牢上したテロリストは狙撃手に射殺された。ありがとうございます。